ペンネーム藤木君、うん、ですね、今日最後に紹介するお便りは、港区にお住まいのペンネームみーこちゃんからいただきました。先週私が振った結婚生活についてのお便りですね。あとみーこちゃんから松任谷由実さんの守ってあげたいをかけてくださいとリクエストが来てる。お前リクエストばっかだな。リクエストが来てるので、それを BGM に紹介したいと思います。私は今新婚ほやほやの新妻です。私と主人との出会いは大学時代にたまたま同じサークルに入ったのがきっかけで、それから付き合い始めるようになりました。そして4年の歳月を経て、去年の6月についにゴールインしました。結婚した当初はまだお互いに知らない部分が多くて大変でしたが、かっこ今でもまだ少し次第にそういうことにも慣れてきたと思います。あと私はできちゃった子なので、今年1歳になる子供がいます。育児とかも全く初めての経験なんです本当に全く初めての経験なので本当に大変、かっこ苦笑。いいよもう。でもこういうことに幸せを感じる自分が最近いたりします。結婚してよかったと改めて強く実感していますと、こんな幸せいっぱいのお便りをもらいましたが、いやー羨ましいな。誰なんだよ俺はよ。あ、私も結婚してるんだけどね、結婚2年目だからまだ私も新妻かな。夫との出会いはね、私がもともと花屋で働いてて、そのビルに夫が働いてる事務所があって、で夫が昔コンビニで働いてた時の同僚の子が間を取り持ってくれて付き合い始めたわけ。あ、ちなみに初デートは下北沢でご飯食べた。よく知ってんなおい。でもなんで好きになっちゃったのかな。本当は奥田民生さんみたいな人と結婚したあと愚痴になっちゃうけどさ、夫のお菓子好きは何とかしてほしいね。あと鏡を見ると自然にポーズを取る癖とかも。え？あ、ごめん、喋りすぎちゃった。喋りすぎ。ではこの辺でリスナーの皆さんとはお別れです。お相手は DJ なすみでした。 See you next week。 そんな番組最悪だよ。なんでやってんの。しかも俺は誰なのそれ。え、夫って知らねえこと全一般の人みたいな俺はこれどうですか。これですか。これはちょっとガールつけづらい感じですよね。ただちょっとな、こう番組的にあんま面白くねえけどね。この番組はちょっとあんまり聞きたかないよな、そんなどうでもいいあれ、ま、そう、だいたいどう、あ、なんつうの、リスナーをどういう人たちが対象なのかもわかんない結構30代ぐらいが一番聞くぐらいかな、女の人。しかもね、昼の FM だねやっぱね。うん、これはちょっとでもやっぱ38があるくらいですかね、うん、番組自体がいいよ曲は、うん、この曲はいいですけど、うん、はい。ペンネーム藤木君、うん、先週もお伝えした通り、今週で田中なずみのドリーマーズクラブは終わりになります。ワンクールという非常に短い期間でしたが、毎週リスナーのみんなからたくさんのお便りをいただき、とっても楽しくやることができました。この番組つまんない。今日もいつもと変わらず笑顔のまま終わりたいと思います。だけどね、今日初めからスタッフの空気がおかしいんですよなんかディレクターの小花さんがどうしても私を泣かせたいらしくて、私泣きませんからねではエンディングはドリーマーズクラブではもうおなじみのナンバー、岡村隆子さんで夢を諦めないでください。みんなからもらった最後のお便りを紹介したいと思います。
いつも番組にメール送ってくれて本当にありがとうございました。ペンネームアメとムチさんですね。夏美さんこんにちは。ドリクラが終わってしまうことにちょっと隠しきれない。21歳、保母さん志望の女子大生です。ドリクラを聞くためによく大学の講義中に携帯ラジオをこっそり聞いていましたが、もうその楽しみもなくなってしまうんですね。悲しいです。でもこれからは夏美さんの夢は掴み取るためにあるのよという言葉を胸に、早くほぼさんになれるよう一生懸命頑張りたいと思います。何やってんだ。3ヶ月間お疲れ様でした。いやー本当に嬉しいですね。この番組お昼にやってるのに聞いててくれたんだ。アメとムチさんが早くほぼさんになれることを祈ってます。では次に本当に最後のお便りですね。本名 OK 藤田悦司くん芸人志望。確か藤田くんは番組の第1回目の放送からハガキを送ってくれたよね。優柔不断かもしれませんが、僕には今好きな人が2人います。1人は知念里奈さん、そしてもう一人は田中夏実さんです。夏実ファン歴はまだ浅いのですが、夏実さんを思う気持ちは誰にも負けません。夏実さんに何とか近づこうとして旦那さんの弟子になっちゃったこともありました、ね、あ、こんなことばっかり書くとただのラブレターになっちゃいますね。何にしてもドリクラリスナーは全員また夏実さんが元気に帰ってくることを祈ってますよ。ではその日までさようなら。3ヶ月間お疲れ様でした。 PS いつまでも旦那さんとお幸せに。あ、ごめんね。今日は泣かないって決めたのに。でもこんな私のことを思ってくれる人がいるってさ、やっぱり泣けてきちゃうよね。泣くな泣くな夏実。最後は笑顔で終わるって決めたんだから。じゃあもう本当にみんなとお別れだけど、またいつか会おうね。お相手は DJ 夏実でした。 See you again。 そして Get your dream。 そんな最終回。バカ、何やってんだろうな。いい番組ですね。いやこれドリクラね。PS 藤田さん勝手に登場させてすみません。ね、うん、これどうでしょう。いやだからこれはいいですね。もうガールのコーナーと全く関係、もういいよ。こういうガールはどうかっていう、こういうガールってだって田中夏実なんだろうって話でしょ。36があるかな。やだよあんなの。なんであんなだって何やってんだ。何やってんだじゃねえよ。そういう仕事なんだ。ペンネーム藤木久。はい、また来た。なんだよこれはもう。ワムか、ワム。平山さんちょっと飲みすぎじゃないですか。うるさい。ほら藤本早く酒継げ。はいはい、いるな。それにしてもさ、なんでクリスマスだってのにこんなとこであんたと酒飲まなくちゃいけないわけ。あんたも女の一人や二人いないの。いないからこうしてここにいるんじゃないですか。それに先輩も彼氏とかいないんですか。いたわよ先月まで。私から振ってやったさ。いい君よ。すげえ。はあ。しばらくの沈黙の後、平山が静かに口を開いた。ねえ、なんで男って浮気するのかしら。なんだ、平山さんが振られたんじゃん。え、なんか言った。いえ、何も。すっげえ、ほんとよく見てんなドラマこいつ。やっぱり男ってそういう生き物じゃないですかね。そういう生き物って何よ。あんたね、そんな優柔不断な考えだから1年半もメールしたメルトモに愛想つかされるのよ。それとこれとは関係ないでしょ。ああ、何もかももう最悪。私帰る。あ、そうですか。じゃあまた。ちょっと
僕が自宅まで送っていきますぐらいのこと言えないの？もう分かりましたよ。送っていけばいいんでしょ。送っていけば。藤本の車に乗った途端、平山は死んだように眠ってしまった。ったく、寝てりゃ可愛いのに。藤本。なんだ寝言か。ごめんね、今日は。ありがとう。一瞬藤本の口元に軽く笑みがこぼれた。こちらこそ。黙っ。藤本がそう言った刹那、急に平山が起き上がった。いやー、引っかかった。こちらこそだって。うわー、きしょいねこいつ。もう知りません。呆れて物も言えない表情の藤本。でもさ、今日付き合ってくれたことは本当に感謝してるよ。ありがとう。そっと藤本の頬にキスをする平山。二人のクリスマスは終わらない。なんじゃそれ。いや、今ここで。そんなシチュエーションが僕の理想です。いや、でもこれはもう本当によく、これあるね、よくね。もうね、ありがちな。うまいよ、このありがちなのを作るのがうまい。ね、だから誰でも書けるってことなんだよ。まあね、ほんとそうだよね、うん、ほんとそう。いや、だってさ、だってさ、これはほんとよく見てるなって感じだよね。だからこいつ、あの、だからなれるよね、作家に。この調子でね、月9の作家になれる。ほんとな、月9やりゃいいんだよ。うん、うん、ほん、いや、まあ、やってやれって、バカにしてやれ。ちょっといい、まあ、俺もううるさいよ、あんまり。でもさ、これさ、この後輩の男とかさ、はるちゃんね、とかさ、加藤、加藤春彦とかいいんじゃないの？ね、ね、そうだよね。